はいどうも皆さんこんにちは、リュウパラです。今回はですね、東廃イベント冷やしスライム始めました。終わりまして結果をねお伝えしようと思います。なんと結果はですね、これはい、残念としか言いようがないですね。いや本当はね、もうちょっとね1万円は越すかなって思ってたんですけど、やはりね前の踏破と大きく違うのはオートモードがついているか否かなんですよね。ここでやはり放置プレイをねやって先行稼ぐ人がかなり多かったんでしょう。大誤算でございます。549万か、これ今までの動画だったらそこそこいいところはいけてたと思うんですけどね。いやーちょっと大誤算でしたね。で、1万位から1万5000位っていうのが精霊石が15個と、まあその他もろもろもらえるんですけども、まあそこら辺はね、ちゃっかりもらって、ちょっとまあ、本当はね、昨日の段階で、なんぼかな、400万ぐらいだったんですよ。そこから、ちょっとまあ、夜明けまでねオートモードでずっとやりながらアニメとか見てたんですけど、これだけキャーまあなんとかなるやろうと思ったらね全然ダメでしたね。まあそういうわけなんで、まあ今回はいい勉強になりましたよ。やはりね皆さんオートモードが大好きなんだなと、というわけなんでね、まあ、次回はその辺もしっかり考慮して対策を練っていきたいなと思っております。でまた明日か、撮影してるのも今20日なんですけど、明日ペルソナのコラボがあるとか、なんかそういう風な情報を見たんで、まあその辺はねちゃっかりとやっていきたいと思っております。はい、というわけで今日はそれだけですね。ほんとそれだけなんで、皆さんがねどれぐらいの順位がいたかっていうのもねぜひ知りたいので、ぜひコメント欄にね書いていただきたいなと思っております。というわけで今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見て面白いと思った方、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。